これはアルバイト先の皆さんと海に行った時のです。へえ。あ、この水着よく似合ってるじゃない。店長さんと一緒に買いに行って決めたんです。じゃあマイカはその店長さんと付き合ってるんだ。いえ。え、彼氏でもないのに一緒に水着を買いに？おかしいですか？おかしいっていうか、服を買うのとはちょっと訳が違うし、好きな相手が彼氏じゃなきゃ一緒には行かないんじゃない？そうですか。